2011年のバレンシアグランプリは、ロードレース世界選手権の2011年シーズン最終戦として、11月4日から6日まで、スペインのバレンシアサーキットで開催された。日曜日の決勝レース前、前線マレーシア GP 決勝での事故で亡くなったマルコ、シモンチェリを追悼するセレモニーが開かれた。ライダーたちが黙祷を捧げるのが通例だが、今回は、 マルコの父、パオロの、目祷より、マシンのノイズを息子に捧げてほしいとの意向に沿う、形で、生前、シモンチェリと、仲の良かった往年のチャンピオンライダー、ケビン・シュワンツが狩るシモンチェリのホンダ RC212V を先頭に、全3クラスのライダーがサーキットを一周。フィニッシュラインに戻ってきたライダーたちは、チーム関係者、運営スタッフらと合流し、最後は、 バレンシア地方の伝統であるマスクレタと呼ばれる爆竹の合音がセレモニーを締めくくった。事故後ツイッターでシモンチェリは弟のような存在だったと語ったバレンティーノ・ロッシは自身とシモンチェリのデザインをミックスしたスペシャルペイントのヘルメットで今回のレースに臨んだ。ロリス・カピロッシは普段の絶ンナンバー65に代わりシモンチェリのナンバー58をマシンにつけて 自身現役最後のグランプリを戦った。125cc クラスは、翌2012年シーズンより4ストローク 250cc の元3クラスに変わることから、今回が63年の歴史に幕を下ろす最後のレースとなった。また同クラスの終焉に伴い、グランプリから2ストロークのエンジンサウンドが消えることとなった。最終戦までも連れ込んだチャンピオン争いは、 ニコラス・テロルが、ヨハン・ザルコに対し20ポイントのリードを築いており、ザルコが勝ったとしてもテロルは11以上のフィニッシュで、チャンピオンになれる有利な状況となっていた。雨の中行われた、土曜日の予選では、マヒンドラ・オカルダニー・ウェブが、初のポールポジションを獲得する波乱が起きた。2番手には自身ベストグリッドとなるルイロッシ、3番手には、 ザルコが入ってフロントローを確保した。一方のテロルはシーズン自己最低の9番グリッドからのスタートとなった。日曜日の決勝レースでは3周目にザルコがシーズン初となる検討リタイヤを起死し、この時点でテロルの 125cc クラス最後のワールドチャンピオンが決定した。その後はエクトル・ファウベルが一時独走体制を築くが中盤には マーベリック・ビニャーレスとテロルが追いついて三つどもえのトップ争いとなった。19周目にビニャーレスがトップに立つとスパートをかけて逃げ切りに成功しシーズン4勝目を挙げて年間ランキング3位の座を勝ち取った。新チャンピオンのテロルは2位でクラス最後のレースを締めくくった。元にクラスのチャンピオン争いは首位のステファン・ブラドルを23ポイント差で マルク・マルケスが追う状況となっていた。しかしマルケスは前線欠場の原因となった左目の視力低下の症状から回復しておらず、医師からは今回も欠場を進められていた。急速に回復するわずかな可能性にかけてチームと共に現地入りしたが金曜のセッションをすべて欠場。土曜朝のフリー走行を前に予選への欠場を表明したことから、 決勝を待たずにブラドルのワールドチャンピオンが確定することとなった。土曜午後の予選では、ミケー・レピロが自身初のポールポジションを獲得、金差の2番手に高橋優希が続き、前線でシモン・チェリを失ったグレシーニ・レーシングの2人が活躍を見せた。3番手には自身クラス初のフロントローとなるミカカリを、新チャンピオンのブラドルは4番手からのスタートとなった。 日曜の決勝は、ドライレースが宣言され始まったが、コースの一部に、雨が降る難しいコンディションとなった。序盤は高橋がリードを奪い後続を引き離しに、かかっていたが、6周目にハイサイドを起こして激しく、転倒、リタイアに終わった。この結果トップに立ったピロが独走を遂げ、自身グランプリ初優勝を亡きシモンチェリに捧げた。約6秒差の2位には、ドミニク・エガーター。 4位エルナンデスとのバトルを制したカリオが入り、クラス初表彰台を獲得した。3位のエガーターは自身グランプリ初の表彰台となった。ブラドルは5周目に点ンりタイヤに終わり、優秀の美を飾ることはできなかった。モートジッピークラスでは、前線のシモンチェリの事故で上腕部複雑骨折の重傷を負ったコーリン・エドワーズの代役として、 この年のアマスーパーバイク選手権チャンピオンであるジョシュ・ヘイズがモンスター・ヤマハテック3チームからエントリーした。また中須賀克幸も前線に続きホルヘロ連ソの負傷代役として出場となった。土曜日の予選では新チャンピオンのケイシー・ストーナーが後続に1秒以上の差をつけてシーズン12回目のポールポジションを獲得した。2番手にはダニペドロサ、3番手には ベンスピーズが続いた。日曜日の決勝は、ウェットレースが宣言された。スタート直後の1コーナーでは、アンドレア・ドビツヨーゾのリアに接触し転倒した、アルバロバーティスタに巻き込まれて、ロッシ、ニッキー・ヘイデン、ランディド・プニエが次々と転倒する、荒れた幕開けとなった。序盤は、トップのストーナーが着実に、リードを広げ、一時は2番手に10秒以上の差をつけて、 独走していた。ところが23周目頃から雨が強くなるとストーナーは急激にラップタイムを落とし28周目のバックストレート終わりでラインを外した隙を突かれてスピーズがトップに浮上。レース残り2周半は2人のデッドヒートが展開されることとなった。ファイナルラップの最終コーナーはスピーズが前でクリアしたものの 立ち上がりで速さを見せたストーナーが、フィニッシュライン直前で最逆転に、成功、わずか0.015秒差で、シーズン10勝目を挙げた。3位は、ドビツヨーゾ、続いて、ファイナルラップに、ペドロサ、カレル・アブラハムとのバトルを制した、カルクラッチローが4位フィニッシュ、自身ベストリザルトを更新すると同時に、アブラハムと争った、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの座を手中に収めた。 ヤマハのダイヤクライダー二人、中須賀とヘイズは、それぞれ6位7位に入る検討を見せた。カピロッシシは9位完走で最後のレースを終えた。翌シーズンからのスーパーバイク世界選手権転向が決まっており、今回がグランプリでの当面最後のレースとなった、青山博和は、マシンのセッティングに苦しみ、ペースが上がらず、最下位12位に終わった。ありがとうございます。